沖縄の南で北東へゆっくり進んでいる台風9号周辺の暖かく湿った空気が九州北部に流れ込んで、大気の状態が非常に不安定となり、県内も南部や中部を中心にまとまった雨となっています。杵築市では1時間に26ミリ、佐伯市蒲江では1時間に 23.5 ミリの強い雨が降るなど、午前11時20分までの12時間に佐伯市で60ミリ、杵築市で48ミリなどの雨を観測しています。大分市では午前10時20分までの1時間に24ミリの強い雨が降り、1日に1ミリ以上の雨を観測したのは先月16日以来1ヶ月ぶりとなります。気象台は今夜にかけて局地的に積乱雲が発達する恐れがあるとして、落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意するよう呼びかけています。